かっこいい曲が多いです。そうですね。でもメンバーはのんびり屋が多くて、ライブとライブ以外の時のギャップが大きいですとのことなんですけど、はい、一番ギャップが激しいなって思うのは誰ですか？じゃあせーので刺しましょう。せーのでいきますよ。せーの。もう自分でも自分さ。それどういう時に思いますか？例えばですか？はい、ちょっと触れ合うと、はい、さっきまでかっこいい曲にハマってたのに、いきなりパーって、はい、スイッチがギャップ的な、はい、そうなんですね。じゃあそんなところも魅力というか、はい、でもみんなのんびり屋さんなんですよね。いや、一人だけハキハキしてる方がいますね。お、誰だこちらのフルル、はい、一番シャキシャキしてるので。お、じゃあのんびり屋のメンバー見てるとちょっとのんびりしてるなって思うことあります？本当にのんびりしてるんですよ。みんなが思ってる以上にのんびりしてるので。そうなの？はい、歩くのとかも本当に言ってます。絶対イライラしてるの？いや、してないですよ。私優しいから歩くのも大丈夫なんですけど。でもなんかこう早く来るときとか、はい、全部言ってくれるんですよ。はい、早く急いでみたいな。だから、あ、今急がなきゃいけないんだなみたいな。それはすごいわかります。そうなんですね、はい、じゃあそのね、みんなの一人ハキハキしてますけどね、はい、喧嘩にならないように気をつけていただきたいなと思います。そしてですね、近日新曲が発売になりますとのことなんですけど、はい、新曲のタイトルはまだそちらには秘密ですね。あ、いつ解禁なんですか？ジャケット写真は前に公開したんですけど、はいはいはい、とかはまだ全部秘密なので、お、じゃあこちらはツイッターとかブログでそしていただきたいですね。はい、そしてじゃあ、そんな感じで、はい、告知があればお願いします。はい、私たちは明日公園でハイさんでライブがあるんですけど、はい、じゃあリーダーちょっと今